はい、ヨシです。今日2回目の PSP バラします。2000ですね、同じ型番ですね。というのはですね、ストーブで変形してしまった、PSP2000 なんですけども、これ実はですね、このピヨピヨのここら辺の灰色の部分以外は結構綺麗なんですよね。外装が変形しないんですよ。この上と下の部分の黒い部分は割と熱に強かったんだと思いますね。でこっちの方の部分だけちょっと変形したので、これをちょっと流用しようかなと思ってですね、ここの部分だけ、こっちのやつを使おうかなと思っています。というのもこれがですね結構汚いんですよね。で黄ばんじゃってるので、で裏蓋も、別なやつから、流用してるような感じなので裏蓋なかったんですよ。でハードオフで1100円でゲットしました。で若干読み込みが悪いので、分解して、外装の交換すると同時に、レンズのところですね、ちょっと磨いてあげようかなと思っております。じゃあ一応裏蓋外して、ネジですね、5本ですかね、外してちょっと分解していきたいと思います。はい、じゃあ外しました。で先ほどの5箇所以外にもですね、上に2つ、特殊ネジがありましたので、それも忘れずに外します。じゃあちょっと開きます。結構汚ねーなこれ食事中の方は閲覧注意ですねやべえやつ開けちゃったこれちょっと掃除しながら一応こんな感じでちょっと開けました。こっからどうやんだったっけな。とりあえず液晶を外さなくちゃいけないんだよな。4個、爪があるので、それを気をつけながら、こういったヘラで、すくって、開けたいと思います。ここら辺に爪があります。こんな感じでこれで OK ですね。あとここも、爪が映ってなかったか。ここに入れてここら辺ですね、ここら辺にも爪があるのでもう一箇所、入れて、浮かせます。であとこれもちょっと爪がかかってるので、こんな感じで開けますね。であとこちらも同じような位置に、2箇所爪がありますので、これとあとここら辺ですね。あれなんだこれ、ネジが、なんかネジが開けてもないので取れてる。なんだなんだであとここも爪止まってるんで、これ外しちゃい、先に外しちゃいますね。こんな感じですかね。あとここももう一個、爪があるので慎重に外します。あーちょっと混じった、ちょっと変形しちゃったあかんあかん。で一応こんな感じで、置きますので、ラッチが、これとこれかな、これで液晶がフリーになるはずです。こんな感じで液晶は取れましたね。あともう一箇所だ。これがケツから上げるんだったかな。そうですね、ケツから上げてこれで引っこ抜けるみたいな感じですね。ラッチこういうの細かいのは、ピンセットでやった方がいいですね。こんな感じで映ったかな。こんな感じで抜くような感じですね。でラッチは、開けたら必ず閉める。あでこれも先ほど映ってなかった方が見えてなかったのと思うので、ちょっとこんな感じで抜きますね。で結構ラッチに関してはピンセットを使ってやった方がいいと思いますね。一応こんな感じで、これも外れました。じゃあ次々にちょっと分解していきます。この上部のところに金具があるので、これはただ刺さってるだけなので、
引っこ抜きます。で次ですね、 UMD ケーブル、 UMD ディスクですねのケーブルがここにあるので、これこっちから先に外すかな、これ外しちゃいましょうか。 UMD ケーブルのやつがラッチがここにあるので、これはこんな感じで横に引くような感じです。手前に引くような感じですね。こういう金属のやつでやると力を思いっきりかけちゃう場合があるので、やるときは慎重にやってください。破損すると、大変ですこれで引っこ抜きますね。こんな感じですね。なんか若干汚れがあるんだけど、どういうことなんだろうな。中まであれなんですね。あと次これを外しますね。これはこっち側にめくるんですね。こんな感じですね。これ抜きます。で抜いたら必ず、ラッチは閉じる。こっちも、まあ、こっちはそんなに破損する気配はないと思うんですけども、一応こんな感じですね。あとこちらもですね、外して、これはただついてるだけなので、あれ剥がせないのか。そうですね、ただ引っ付いてるだけなので剥がせますね。こんな感じですね。でここが、右側のスピーカーですね。でこれはちょっとずらすとロックが外れるので、パコッと外れます。外れます外れるはず、あ、外れましたね。ケーブル類ちょっと外していっちゃいます。これが、Wi-Fi のアンテナケーブルですね。であとこれが、何のケーブルか分かんないですね、ラッチ上げて外します。でこれも引っこ抜いちゃいますね。どうやって抜くんだろう。結構硬いな。ちょっと無理やりな感じもありますけども、こんな感じでとりあえず抜けました。次はこっちの左側の方もちょっとやっていきましょうか。ここにネジあるのでとりあえず外します。土台が外れるのかな、ちょっと分かんないな。であとここが、ラッチがあるのでここも外しておきますね。で外したらラッチは閉じる。これ浮いてるから外れそうなんだけどな。これあれですね、上外さないと外れないみたいですね。上のこれ、LR のボタンを外して、これも外しちゃいます。でこれが確か貼り付いてるんですよね、両面で、このボタンが。なので切らないように細心の注意で両面を外します。お、細心の注意で外してください。あとですね、ここら辺のネジを外して、ここら辺ちょっと外したいと思います。なんか途中からネジを管理する写真が
足りなくなっちゃって、ちょっとやばめ記憶があるか。これがこれなんだけれども、これがちょっと張り付いてるみたいですね。なのでこれをちょっと丁寧に外しちゃいます。大丈夫かな。あ、そっか、こっちにもつながってんだ。あぶねー。この LR のところにもつながってるので、断線しないように、これですね。なんか取れたぞ大丈夫かこれこれで一応外れましたね。あ、これネジが飛んだのか。この電源のやつも外れるんじゃないかなと思うんですけど、あ、爪が止まってるんです。ここに爪が止まってるから、それをちょっとクリアにして、うん、ちょっと硬い。ちょっと見た感じ、ここの部分に爪があるのかな、ここですかね。なんで、まあもう外しちゃったので、あ、こっちだ、こっちだ、ここの部分ですね。ここの部分に爪があったので、こっちにはないですもんね。なので、これにちょっと気をつけながら外しちゃいます。でもう外したら、これそのままつけちゃいますね。ここの部分も同様に、同じような感じでつけちゃいますね。ここまで行くと、メイン基板がもう浮いちゃうので、取っちゃいますね、メイン基板。これもちょっと、まあ、細かなところ、端子こういうところとか、接点復活剤拭いてですね、ちょっと綺麗にしたいと思います。これあれなんですね、スイッチ開いてるか開いてないかのやつですかね。この辺もあれですね、なんかのスイッチですね、わかんないですけどまあこの辺も接点復活剤拭いて、ちょっとやりたいと思います。あとはこれも剥がしてペタペタひっつけるだけかな。ちょっとアナログスティックから外していきたいと思います。2回目なのに1回目と機関が開いちゃってるから何やったのか全然覚えてないちょっと思い出しながらっていうか、もう完全に忘れちゃったから思い出しようがないですよね。これも外して、あとこれもか。これはもう外れるのかな。外れますね。じゃあ忘れないうちに外したやつはひっつけちゃいましょう。あとは、ここのところですね、シール剥がしたんですけども、その下にケーブルが隠れてるので、ここちょっときれいに剥がして、ここのケーブルをリリースして、Wi-Fi のケーブル、接続したいと思います。これですね、 Wi-Fi のアンテナだよな多分一応こんな感じでなってるので、そこれをちょっと外したいと思います。こんな感じで、剥がれましたので、裏から取ってですね、これを、早速つけたいと思います。はい、一応ですね、こんな感じでちょっと両面が弱ってるのでちょっと剥がれてきちゃうんですけども、アンテナ、無事設置しました。こんな感じですね。あと UMD ディスクなんですけど、多分ちょっとあまり詳しくは調べてないんですけど、こことあとこっから見えるところのネジ外せば外せると思いますね。とりあえずネジ外しちゃいますね。なんか3個目のここのネジを外すのにちょっと隠れてるじゃないですか。でここのバネを外してから、やるみたいですね。
どうやって外すんだろう。これを外すのか、こっちのプラ部分、これを外して、あ、これを抜けばいいんだね。これで OK だ。これで裏のところをパカパカって外すと、パカパカって外すと外れない外れ、あ、外れましたね。これで、ネジが出てきたので、これで開けるみたいですね。じゃあ開けちゃいますね。ネジ外したんですけども、1,2,3 は言ったんですけども、1,2,3 は言ったんですけど、4個目ここに隠れてました。なので4箇所外さないと外れないですね。で、あとこれはもう取れんじゃないですかね。あ、取れますね。で、これで、なんか、あ、裏フレキシブルがあった。これで外して、これで OK ですね。で、裏面、はい、フレキシブルが2本あるので気をつけてください。じゃあちょっとこれグリスアップもしちゃいますね。掃除と一緒に。とりあえず、このレンズをきれいにしてあげて、無水エタノールを綿棒につけて、きれいにします。で、あと周りの汚れを取りつつ、古いグリスをですね、取るような感じで。ちょっと待ってください。これグリスついちゃったな、先に。まあ、じゃあこの辺の古いグリスを取ってあげて、これはもう結構固着しちゃってますね。で、あと同じような感じでちょっとゴミとかも掃除してあげます。でですね、グリスはきちんとしたグリスを使うようにしてください。金属用の、金属オンリーのやつと、あとプラスチックにも使えるっていうグリスあるんですけども、そういったので、プラスチックにも使えるっていうグリスをですね、選んであげてください。で、あんまり大量につけるとまた固着の原因だったりするので、少量をつけてあげるような感じですよね。つけすぎずに、あとは、あとここ、あ、ちょっと映ってなかったから、ここをつけて、ここをつけて、あと歯車のところですね、これにちょっと軽くつけてあげてください。ここのレールのところは、割と動くと思うので、ここですね。で、ちょっとレールもずらしてあげながら、こんな感じでしてあげるといいんじゃないですかね。ここまでできたので、で、全部もう外し終わりましたので、逆の手順で、組み上げていきたいと思います。ちょっとやっちゃいました。ここの大切なところをですね、破損しちゃいました。爪のところを破損してちょっと心にひびをなぜか入れちゃってですね、ちょっとこの側は使えなくなっちゃいましたね。何やってんだ俺。しょうがないんで、もうこれを再利用かな。元あったやつに戻す、完全に戻す、これをきれいにして戻す案と、使えるパーツをお互い使い合って、白黒パターンにする、お葬式パターンにするそれでも壊れたまんまでいっちゃうか、ちょっと考えて、やってみたいと思います。あとは組み立てるだけなので、出来上がり予想して待っててください。ですね、組み上がりましたので、ちょっと通電確認してみたいと思います。一応ですね、白黒パターンのお葬式カラーにしたつもりなんですけども、意外に黒の部分が多くてですね、ちょっと待ってください。こんな感じのアンシンメトリーになって、結構かっこいい感じに仕上がりました。こんな感じです。裏面かっこよくないですか。なんか
こんな感じですね。表面はもう黒で、側面のここの部分だけで、あとここの隙間の部分ですねだけ白なので、ほぼ黒で、一部、アンシンメトリーで白なので割といい感じにできましたね。まあちょっと関係ないですけども動作には。じゃあですね、ちょっと電池とか入れてですね、ちょっと動作確認してみたいと思います。じゃあちょっと設定します。一応、電池、充電池入れて、カセット入れてメモリーカードも入れました。スイッチオン、特に問題なく立ち上がってますね。 UMD ディスクもきちんと読み込んでるみたいですね。きちんと清掃してピックアンプレンズも、きれいにしましたので、多分まあ問題なく動くんじゃないかなと思います。あ、大丈夫ですね。読み込んでますね。一発で。OK ですね。音もちゃんと出てますし、ボタン、スタートボタン効いてますね。コンティニューロードで、ちょっとメモリーカードがちゃんと認識してるか、あ、ちゃんとヨシオが読み込まれてますね。ロードが完了しましたでフリーズしちゃってるのかな。あ、大丈夫ですね。若干ちょっと遅いのかな。はい、問題なく動いてますね。アナログスティックも動いてます、ちゃんと。会話もできますし、問題ないですね。とりあえずは、こんな感じで、外装ですね、別なやつとちょっと移植しました。特に問題なくできたんです。若干なんですけども、ちょっとあれですね、熱でちょっと変形してるところもあるかなって感じで、ちょっと浮いちゃってますね。まあそのうち使ってれば多分ネジで締まってるので、隙間もちょっとは小さくなってくれればいいかな。とりあえずこんな感じで、ジャンクで、1100円かな、1100円で買ったやつを、手持ちの外装でちょっと若干綺麗なやつで、交換しつつ、中全部清掃しました。1100円で、ちゃんと動く、いい素材の、PSP の2000ができましたので、これ結構ガチガチにちょっと遊びかなって感じですね。まあちょっと若干傷とかもあるので、まあちょっと惜しみなくちょっと遊べるかなっていう感じですので、ちょっとこれをメイン使いにしようかなと思ってます。こんな感じでですね、今日はですね、PSP2000、ジャンクの、やつですね、まあ若干ちょっと読み込みが悪いやつを、清掃して、側もちょっと汚い部分は交換して綺麗にしました。ちょっとアンシンメトリーで結構かっこいい答えができたかなみたいな感じですので、ちょっと最初の目論見とは違うんですけれども、着地は、しっかりできたみたいな感じですね。こんな感じでですね、今日はPSP2000、清掃メンテナンス、しました。外装も、一部交換しました。ほとんど全バラシの状態だったので、まあ大変かなとはいうところあるんですけども、まあゆっくりやればできる範囲ですね。DS とかはゆっくりやってもできない、できねえよこれみたいな感じのところはあるんですけども、PSP はゆっくりしっかり、ネジとかも、記録しながら、ネットの情報もきちんと
と見て、調べてやっていけば、素人の人でも結構できる、分解清掃だと思います。全ケースのも全特解とかも、まあできないことはないかなみたいな感じですので、もしよろしかったらチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ中上級者向け的な感じですかね。ちなみに僕は何にも知識も何もなくてど素人なんですけども、まあちょいちょいいろいろやっててちょっとできるようになってきてるかなって感じです。まあちょっと最初に取り掛かるのはちょっと荷が重いかと思うので、まあ順々にちょっとゲームボーイとかゲームボーイアドバンスとか踏んで、PSP とかってやってもいいんじゃないかなと思います。こんな感じで、ゲーム関係の動画を上げております。基本的には、ハードオフでジャンク買ってきて、それを分解メンテナンスとかもやっております。購入品紹介メインなんですけども、メンテナンスですとか、修理もやっております。ゲーム関係のみの、チャンネルとなりますので、もしよろしかったらですね、今後ですね、チャンネル登録、グッドボタンを押していただきますと、非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画一生懸命作りますので、ぜひ見に来てください。ではまた。